ジェット機。ジェット機とは、ジェットエンジンを用い、その水力によって飛行する飛行機である。ジェットエンジンには、ターボプロップエンジンも含まれるが、ターボプロップエンジンでプロペラを駆動する飛行機は、一般に、プロペラ機に分類される。一方、高バイパス比のターボファンエンジンは、水力のほとんどを燃焼ガスによる、ジェット分流ではなく、エンジン前方のファンによって得るが、 この場合は、ジェット機に分類される。航空法では、パイロットや整備士の資格は、発動機、ピストンかタービンで、区別されており、プロペラの有無は問われない。世界初のジェットエンジン搭載の航空機は1910年のルーマニアで開発された、コアンダイコール1910である。だがコアンダイコール1910のエンジンは、 レシプロエンジンの駆動力で空気を送り込むモータージェットであり、純粋なジェット推進であったわけではなく、飛行自体も失敗に終わった。世界で初めてジェットエンジン、ターボジェットの推進力だけで飛行したのは、ドイツのハインケルによって開発された HE178 である。初飛行は1939年8月24日に数メートル上昇した時だというものと、 8月27日に本格周回飛行をした時だというものの2つの見解がある。だがこの機体は結局速度などの性能が当時のレシプロ機よりも劣っていたことや政治的圧力により軍用機としては採用されなかった。連合軍、側発のジェット試験機はイギリスのグロスター E28-39 で1941年5月15日に17分間の 初飛行に成功した。初めて量産されたジェット戦闘機は、アメリカ陸軍航空軍 P-59 で、1943年6月に、ベルエアクラフト社に、量産型 P-59A を80機、発注したが、性能が、当時のレシプロ戦闘機に劣っていたため30機製造時で、キャンセルとなり、実戦には投入されずに研究用として、イギリス空軍に1機が提供され、 アメリカ海軍にも u イナス1として3機が提供されたが高い評価は得られなかった。初めて正式な実戦運用開始された実用ジェット戦闘機はイギリスのグロスター・ミーティアで最初の作戦行動は1944年7月27日に行われ同年8月4日に V1 飛行爆弾を発撃つい、第二次世界大戦期間の最終的な戦果は V1 飛行爆弾を14発撃墜したのみで、その期間内には航空機との交戦経験はなかった。同期は朝鮮戦争にも投入され、最終的に1960年代まで運用された。初めて航空機同士の交戦を行った実用ジェット戦闘機はメッサーシュミットミー262で、1944年7月に試験飛行中の実験体が、 デハビランドモスキートと交戦した。同期の正式な実戦配備は、同年10月で、第二次世界大戦末期、ロケット弾幕を用いて連合国軍の爆撃機撃墜で戦果を上げたものの、すでに劣勢にあったドイツは、状況的に機体もロケット弾も十分な備え数を揃える余裕もなく、戦況を覆すには至らなかった。ミイ262の技術は日本にも運ばれており、 陸海両軍で開発が行われた。大日本帝国海軍では、広告2号兵器、後の立花という名前で、沿岸の敵艦船を攻撃する特殊攻撃機として、試験機が開発された。三案のエンジン配置法、機体上部配置、機体埋め込み、吊り下げのうち、当時の技術力、国内の現状から二百2 6 2と同じ吊り下げ、方式が採用され、 1945年8月7日に11分間の低空飛行で初飛行に成功る。しかし、同年8月11日に2回目のテスト飛行が行われた際、テストパイロットが滑走中に離陸時の加速用、固体燃料が燃焼終了したのをトラブルと誤認。離陸中止を試みたものの、冷式艦上戦闘機を流用した客部の 制動力が機体重量に比べて弱く、オーバーランで脚部を破損。試作止まりで抽選に至った。大日本帝国陸軍では、E262 を大型化した機201、下流を戦闘襲撃機、戦闘爆撃機、攻撃機として開発中であったが、こちらは機体設計中に終戦を迎えている。他にも、試作のみで終わった。 ハインケル HE280、ドイツ、戦闘機として、第二次世界大戦末期に配備され、実戦にも参加した。ハインケル HE162、ドイツ、配備されたが実戦には参加しなかった。P-80 シューティングスター、アメリカ、当初は、偵察機として開発され、後に爆撃機へと改変された。アラド AR234、ドイツなどがある。 初期のジェット機のエンジンは、バイパスのないターボジェットエンジンがほとんどであった。2017年現在、純粋なジェットエンジン、ピュアジェットは、ほぼ姿を消したが、戦闘機などの小型超音速機においては、低バイパス比のターボファンエンジンを搭載している。民間旅客機に代表される、アオン速大型機は、高アオン速での効率の高さから高バイパス比の、 ターボファンエンジンを用いるのが主流である。例外としては2003年に運用が停止された超音速旅客機コンコルドが挙げられる。コンコルドはアフターバーナーを備えたターボジェットエンジンを4発搭載していた。飛行機のエンジンはエンジンに着目した場合に1機、2機、3機と数え飛行機に着目した場合には単発または1発、総発。 または2発、3発、4発と数えることが多い。一般にジェットエンジンは小型であればあるほど水力重量比が高くなる傾向にある。そのため小型エンジンを多数搭載した方が大型エンジンを少数搭載するよりも重量や水力では有利になる。その一方逆に小型エンジンを多数搭載するよりも大型エンジンを少数搭載した方が 燃費効率の面では有利になる。また、エンジンは航空機の部品の中では最も高価かつ精緻なものであり、数を増やすことは製造、維持コストの上昇にもつながる。実際の航空機においては、民間のビジネスジェット、旅客機、輸送機では、総発異常が通例である。これは、万が一のエンジン故障の場合を想定しているためであり、 エンジン故障で即飛行不可能となる単発機は存在しない。小型の一人乗りスポーツ機においては単発の例が存在するが、これは操縦士一人が被害に脱出できれば人命の安全は確保できるためある。そのような訓練を積んでいない乗客を乗せる旅客機において単発機という選択はありえない。総発機においてもエンジンが一機止まった場合60分以内に、 緊急着陸可能な空港がある航路のみを運航できるという規則が存在し、太平洋や大西洋などの広い海を横断する航路が設定できないなど、運航上の制約ができてしまう。従って、長距離旅客機の場合は、すべてが3発、あるいは4発のエンジンを搭載していた。しかし近年では、エンジン単体の信頼性が向上したため、E タップスルールにより、そ発揮でも、 概要を航行できるようになっている。蒸気の通りエンジン数が少なければ機体価格や燃費の面で有利になるため、航空会社のコスト削減要求が厳しい。近年において可能であれば、エンジン数が少ない方が望ましい。軍用機、特に戦闘機においては、単発か双発の場合が多い。訓練された軍人のみが登場する、軍用機においては、 性能が目的に合致していれば安全性の要求は民間の場合よりも緩いものとなるためある。爆撃機や輸送機など大型機にはエンジンを4発搭載した例も見られるが、これは機体規模に対して必要な水力を得るためである。水力が十分であれば、エンジン数を減らすことは好ましいこととされ、近年の単発機は水力において、 過去の総発以上の機体の水力の合計を上回るケースもしばしば見られる。典型的な例として F-5 戦闘機の改良発展型の F-20 は総発から単発へとエンジン数を減らし、かつ水力は増大している。さらに多くのエンジンを搭載する飛行機として、ボーイング B-47 の6発や、ボーイング B-52 の8発がある。 これらはパイロン一つに小型エンジン二機をセットにしている。これは機体規模が大きいことと合わせて当時の技術では必要な水力を得るためにエンジン数を増やす必要があったからである。B-52 は現役の爆撃機であり、新型のエンジン四発に換装するプランが提案されている。近年の機体としてアントノフは -225 という6発機が 存在するが、これは、最大離陸重量で、世界一の大型機である。ジェット機において、ジェットエンジンの配置方法は主に以下の2種類に分類される。旅客機等の大型機では、偶数エンジン数の場合、主翼カパイロン喧嘩方式が主流となっている。MD-11 のような3発機の場合、主翼カパイロン喧嘩2発と、胴体後部。 垂直尾翼化一発配置となる。この方式には以下のような特徴がある。主翼化パイロン喧嘩方式以外に多いのは胴体の外側に取り付けるものである。最初の例はハインケル HE162 であり、生産を簡易にする目的でエンジン一発を胴体の上部に背負うような形で配置している。比較的小型の旅客機、コミューター機や 小型ビジネスジェット機では2発のエンジンを胴体後部の左右に取り付けた例が多い。プロペラのないジェットエンジンのコンパクトさに着目した手法で1955年のフランス製総発旅客機シュドカラベルが最初の例である。大型機では代表的なマクドネルダグラス車、現、ボーイング車の DC-9 をはじめ、イギリスの VC-10 やロシア製の機体で見られる。 この方式には以下のような特徴がある。小型機には都合がいい形態である。採用例は非常に少ないが主翼上面にパイロン状のストラットで指示した方式がある。これを採用しているのはドイツ製の VFW614 や2004年に飛行試験を実施したホンダジェットなどがある。この方式の特徴として以下のようなものが挙げられる。多くの戦闘機や 攻撃機は胴体内にエンジンを埋め込んでいる。主翼にジェットエンジンを埋め込ませた方式。デファビランドコメットをベースにしたニムロットが採用している。ただし当然のことながら、エンジンを内蔵した主翼は、より厚くする必要がある。ジェット機は高速化により、主翼を薄くする方向に発展していったため、主翼にエンジンを内蔵する方式は、これとは矛盾するものであるため、採用例は、 極めて少ない。外装方式と内蔵方式の中間的なものとして、機体内部に半分エンジンを埋め込んだようなものも存在する。例えばステルス爆撃機として、有名な全翼機 b にも機体内部に半分埋め込むような形になっている。F-14 や SU-27 のように、中はエンジンを機外に露出したような外形の機体も存在する。 上述のそれぞれのエンジン配置を複合した機体が主に3発機において存在する。DC-10 はエンジンのうち2発を主翼下に1発を胴体後方上部に外装している。ボーイング727はエンジン2発を胴体後方左右側面に外装を1発を胴体内に内蔵している。大型のジェット機ではスラストリバーサー、スラストリバーサー。 または、逆水力装置、逆噴射装置を装備している場合が多い。スラストリバーサは、エンジンの噴気の向きを、前面斜め方向に変えることより、逆向きの水力を生み出す働きがある。主に着陸時の制動距離を短縮するために、使用される。日本ではまず見られることはないが、トーイングカーのプッシュバックによらない自力での交代、ワーバックと呼ぶに用いられる場合がある。 ターボジェットエンジンや低バイパス比、ターボファンエンジンでは、エンジンの排気を直接遮る形式、高バイパス比、ターボファンエンジンにおいては、ファンを通った空気だけを遮る形式のスラストリバーサが用いられる。なおプロペラ機におけるスラストリバーサは、プロペラのピッチを逆転することにより実現されている。ジェット機においては、エアインテーク。 空気取り入れ口が重要な設計要素になる場合がある。特にエンジンを胴体に埋め込むコンフィギュレーションを採用した場合、エアインテークの数、機体に対する配置、形状、ダクトの形状が要求される飛行機の性能を左右する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。